金シャサの奇跡は九百七十四年十月三十日、ザイル共和国の首都金シャサの五月二0日スタジアムで行われたプロボクシング WBA、WBC 世界統一ヘビー級タイトルマッチの通称、王者ジョージ・フォアマンと長この一戦はアフロアメリカンのボクサー同士がルーツであるアフリカ大陸で行う初のヘビー級タイトルマッチとして、 ランブルインザジャングルなる歌い文句がつけられた。このビッグマッチを仲介した人物は、その後大物プロモーターとして、名を馳せるドン・キングと、音楽ビジネスマンのジェリー・マスチであった。キングは、王者ジョージ・フォアマンと、元王者、モハメド・アリの両者に、ファイトマネーを500万ドルずつ用意できれば、対戦をするという契約にサインをさせることに、成功する。当時のスポーツ工業で、 史上最高の報酬をキングが提示したのは他のボクシングプロモーターにフォアマンタイアリーの試合を横取りされるのを防ぐ意図があった。しかしキングはそれだけの大金をアメリカ国内では用意することができずアメリカでの開催を断念し試合を開催できる海外の国を探した。そしてザイールで独裁政権を築いていたモブツセセセコ大統領のアメリカ人コモンフレッドワイドが 国威形容と自身の人気につながると大統領を説得してザイールでの開催が決定。リビアの独裁者、ムアンマル・アルカザーフィーが試合の主要な財政的スポンサーとなり、両者のファイトマネーや開催にかかる主な費用を負担した。フォアマンとアリは1974年の半ばに事前にザイールでトレーニングを行い、熱帯のアフリカの気候になれた。 試合は9月25日に行われる予定だったが、両選手が現地入りした後、試合の8日前にフォアマンがスパーリング中に右まぶたを切ってしまったため、傷が癒えるまで5週間延期された。試合の模様は世界60カ国へ衛星中継され、アメリカ東部29日の22時に合わせ、開始時刻は在留時間30日午前4時になった。日本ではネットテレビの エキサイトボクシング特別番組で日本時間30日午後1時より放送された。試合会場の5月20日スタジアムは普段はサッカー場として使われていたが6万人を収容できるよう改装された。在ル国民の平均年収100ドル以下に対し最前列の特等席は250ドルの値が付けられた。また試合は延期されたが試合のプロモーションイベント ザイール74という黒人音楽フェスティバルが予定通り9月22日から24日の3日間にわたってに行われた。ジェームス・ブラウン、B.B. キング、ビル・ウィザーズ、ザ・クルセイダーズ・ラ・アフロ・アメリカンのミュージシャンが、ミリアム・マケバ、マヌディ・バン・ゴラ・アフリカのミュージシャンと共演し、ブラック・ウッド・ストックとも呼ばれた。両選手ともアマチュア時代にアメリカ代表選手として、 オリンピックに出場し、アリは1960年ローマ大会のライトヘビー級、フォアマンは1968年メキシコ大会のヘビー級で金メダルを獲得している。プロ転校後は共に無敗のままヘビー級チャンピオンへと駆け上がった。対戦のポイントは像をも倒すと言われたフォアマンのパンチ力と蝶のように舞い、蜂のように刺すと言われたアリのスピードであった。 アリは記者会見でフォアマンをマミーと呼び、ノロマな動きでは自分を捕まえられないと挑発した。しかし、復帰後の試合ではアリのフットワークに衰えが見られ、この試合でキャリア初の小負けを喫して引退に追い込まれるのではないかと囁かれた。アメリカの専門家筋の予想は4対1、ロンドンのブックメーカーの掛け率は11対5でフォアマン勝利を支持した。 ジョージ・フォアマンはヘビー級史上最強のパンチャーかもしれない。2ラウンドか3ラウンドくらいなら、アリはフォアマンのハンマーのような強打を逃れられるかもしれないが、15ラウンドは無理だ。遅かれ早かれチャンピオンはハンマーのようなパンチを決めるだろうし、モハメド・アリは初めてカウントアウトになるだろう。第1ラウンドでそうなる可能性もある。デイブ・アンダーソン。 ニューヨークタイムズ1974年10月27日付、第1ラウンド開始から、両者は積極的に打ち合う。アリは左右に動き回りながら、リードブローの左ジャブではなく、ノーモーションの右ストレートを顔面に命中させる。フォアマンもひるむことなく前進し、強烈な左フックをアリに見舞う。第2ラウンド、フォアマンがアリをロープ際に追い詰め、連打を浴びせる。 アリはガードを固めて、主勢一方になりながら、隙を見て、カウンターを当てる。第4ラウンド、アリの手数が減り、フォアマンの強打が猛威を振るう。第5ラウンド2分過ぎ、フォアマンはアリをロープ際に釘付けにし、大振りのパンチでめった打ちにする。残り30秒、フォアマンの猛攻がやんだところで、アリが反撃し、鋭い連打で、フォアマンをたじろがせる。第6ラウンド、 ロープ際の攻防が続くが、フォアマンの疲労が目立ち始める。パンチの手数、威力とも減り、アリにもたれかかる場面も見られる。第8ラウンド崩れ落ちるフォアマン第8ラウンド残り16秒、ニュートラルコーナー付近で、フォアマンがバランスを崩すと、アリは素早く、体を入れ替え、ロープ際を脱出。振り向いた、フォアマンの顔面に右、左、右、左、右の5連打を浴びせる。 最後の右ストレートがフォアマンの顎を直撃するとフォアマンは足元をぐらつかせモンドリ打ってダウンするカウント8で立ち上がるがリフェリーは10カウント個を宣告しありの劇的な勝利を目にした会場は熱狂的な歓声に包まれたフォアマンは試合開始から猛攻を仕掛け強力なパンチで短いラウンドで個勝利を決めるというスタイルを持っていたが 長いラウンドを戦った経験は少なかった。アリ陣営は第5.6ラウンドまでアウトボクシングで動き回りながらジャブを放ちフォアマンが疲れてきたら攻め込むという作戦を立てていた。しかしアリは第2ラウンド以降足を止めてロープに体を預けサンドバッグ状態でフォアマンの強打を浴び続けた。アリの説明では第1ラウンドを戦った時点でリングが動きにくく オアマンも非常に接近してきたため、動き回ると自分の方が先に疲れてしまうと思ったという。そこで作戦を変更して、トレーニング中疲れた場合にやることをやろうと決めた。それは49歳まで10年間世界、ライトヘビー級王者を保持したアーチー・ムーアがよくやっていたことだという。アーチーは頭のいいファイターだった。彼は、 今の俺と同じくらいの年齢まで戦っていたが、それができたのはエネルギーを節約したからだ。彼は自分より若い相手に打たせておき、科学的なやり方で全てをブロックしたんだ。そして相手が疲れてきた時、アーチーは攻め込むんだ。これは誰でもできるってもんじゃないよ。相当の熟練が必要だからね。モハメドアリ、モハメドアリその名前と時代366ページ。 あるいはロープにもたれながら、両腕でがっちり顎とボディをガードし、時にはリング外にのけぞるようにスウェーして、致命的なダメージを回避した。また、フォアマンの後頭部を押さえつけたり、フォアマンに体重を駆け寄りかかるようなクリンチをして、勢いをそぎ、耳元でもっと強く打ってみろ、お前はすげえ奴じゃなかったのかと罵倒し続けた。フォアマンはこれに激怒して、強振を繰り返して、 体力を消耗した結果、第6ラウンド以降は動きが緩慢になり、ありの一瞬の連打によって大逆転負けを喫する結末となった。フォアマンは第7ラウンドぐらいまでは彼は私のもう一人のノックアウトの犠牲者に過ぎないと思っていたんだ。でも彼の顎を強く殴った時、彼は私をホールドして耳元で、それで精一杯なのかい、ジョージと囁いたんだ。 その時にこれは私が考えていたものとは違うこと気づいたんだと語っている。アリのこの捨て身の戦方はロープアドープと呼ばれた。自陣セコンドでさえその意図がわからず、トレーナーのアンジェロ・ダンディはアリが足を止めた時に彼の気が狂ったのかと思ったという。ダンディは試合中しきりにロープから離れろ。ダンスを踊れ。と指示を出していた。予期せぬ。 フォアマンの敗北に関しては自己分析を含めていくつかの敗因が語られた。ザイール国民はアメリカの国家権力に反抗したアリのことを第三世界のヒーローとして歓迎し、アリもロードワークで街の人々と交流しながら信仰を深めていた。かや現役チャンピオンのフォアマンは完全に敵役扱いされた。ザイールまで連れてきた愛犬のシェッパードが人々に ベルギー統治時代の警察犬を思い起こさせ、余計に反感を買ったという。試合前から試合中まで、ザイール国民は、アーリ・ボマイエ、という異性のいいちゃんとでアリを応援した。この言葉は、現地のリンガラ語で、アリ、奴を殺せという意味になる。1977年にアリ主演の自伝映画、アリ、ザグレーテストが公開され、マイケル・マッサー作曲の、アリ・ボンバイエという曲が、 BGM に使われた。この曲は1976年に格闘技世界一決定戦でありと対戦したプロレスラーのアントニオイノキに送られ、日本では炎のファイターイノキボンバイエと題してチョキの入場テーマ曲として知られるようになった。2000年代にチョキがプロデュースした格闘技イベントはイノキボンバイエと題された。 初期が創立した新日本プロレスに所属していた中村晋介は必殺技の飛び膝蹴りをボマイエと呼んでいたが WWE 席後は金車サニーストライクに改めたアメリカではボマイエという言葉が放送禁止用語に当たると言われデビュー戦当日に自分で新しい名前を決めたという作家のオーマン・メーラーは在いる滞在中のアリを密着取材し 1975年に、ザ・ファイトというノンフィクションを出版した。1996年、近社差で撮影された記録映像をもとにしたドキュメンタリー映画、モハメド・アリかけがえのない日々が公開された。監督は、レオン・ヤスト。第69回アカデミー賞長編ドキュメンタリー映画、賞を受賞し、受賞式では、アリとフォアマンも並んで壇上に上がった。 2001年の電気映画、アリアリでは、クライマックスシーンで、近車差の奇跡が描かれる。アリを演じた俳優ウィル・スミスは、アカデミー主演団優勝に、ノミネートされた。また、フォアマンを演じたチャールズ・シュフォードは、当時現役のヘビー級ボクサーで、2001年に、ウラジミール・クリチコの持つ、WBO 世界ヘビー級タイトルに挑戦したが、敗れた。ありがとうございます。